皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャス TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。市川工業高校の片岡です。さて片岡先生、はいはい、去年から仕事で Google ワークスペース使い出して半年ほど経つんですけども、慣れてくると便利ですね。そうですね、やっぱり Google がやっている、サービスですので、さまざまな機能があります。 Gmail や Drive、それを使うだけでも大変効果があるのかなと思っています。3ミニッツでは結構マニアックな使い方もご紹介いただいてますよね。そうですね、Google のサービスはですね、さまざまなのがあるんですけれども、その管理機能もありますけれども、そんなことを全部ですね、分からなくても基本機能だけ使えばですね、いろんなことができますので、本当に今回も助かっております。はい、ということで今回のゲストをご紹介したいと思います。今回のゲストスピーカーはこちら、東海大学菅生高等学校の染谷博文先生です。染谷先生は情報管理室長をされているそうですよ。あ、そうですか。私も情報教育委員会の委員長ということです。ちょっと立場が近いものですから、非常にお話を楽しみにしています。はい、それでは行ってみたいと思います。ゲストスピーカーは東海大学菅生高等学校の染谷博文先生。プレゼンタイトルは Chromebook×ICT 東海大学菅生高校におけるクロームブックの利用についてです。染谷先生、よろしくお願いします。どうぞ。こんにちは、東海大学菅生高等学校情報管理室長の染谷と言います。本日はよろしくお願いいたします。今回は、本校におけるクロームブックの導入の事例、そして、その経緯、また、どういうふうに使っているか、そのあたりのお話をしていきたいと思います。こちらに書いてありますように、経緯を先に話させていただきまして、その後利用例ですね、こういったことを話させていただきます。まず特徴ですが、これは先生方ご存知のようにシンプルであるということ、それから維持管理、その負担が少ないということがございます。そして教育そのものに専念できる環境であるといったことが特徴になります。近年クロームブック出荷台数が増えております。 MM 総研というところから持ってきましたが、増えているということがお分かりになるかと思います。本校におけるクロームブックの導入経緯ですが、本校は2019年に導入を開始いたしまして、今年2022年度で4年目に入っております。まず2017年度ですが、端末の選定をするということで、Windows なのか iPad なのか Chromebook なのかということで、悩みましたが、最終的に Chromebook ということで選定をさせていただいております。大きな理由は、起動が早い、それからネットにつないで使えるということ、それから、校長先生の方から、ぜひタッチタイピングをさせたいんだというお話がありましたので、 Chromebook ということで決定をいたしました。その後翌年2018年度になりまして、 TD シネックスさん、従来シネックスジャパンさんですが、そちらの方とタッグを組みまして、先生方向けに、Chromebook の講習会を2回ほどさせていただいております。その他、他校の視察もしておりますし、そういったことをしながら導入をしていくということになりました。本校で使っているChromebookですが、ASUSさんのものを使っております。補助金に関してなんですが、これは東京都の例なので、他の学校さんはそれぞれ自治体ごとに異なるかと思いますが、東京都の場合には生徒1人1台あたり上限6万円の補助が出るということがありますので、こういったものを利用させていただいております。先生方ご存知のように、ドキュメントであったりスプレッドシートであったりスライドであったり、こういったものをさまざま使えるということが一つの特徴になっております。本校外部評価ということですけれども、左側にありますように、昨年度学校情報化優良校ということで認定を受けております。右側の方は Google 社より認定を受けました、Google for Education の事例校ということですね。この2つの外部評価を受けております。学校情報化優良校っていうのは、ここに書いてあるように ICT の活用であるとか情報教育、あるいは公務、あるいは情報化の推進体制ですね、こういったものをレポートにまとめないといけないのでかなり大変なんですが、ぜひ先生方の学校でもこういったものをお取りになると、外部評価の一つの指標になるのかなというふうには思います。
こういった環境であるとか、スタッフ体制、サポート体制、どういった目的で使っているのか、こういった詳細な報告が必要になります。これは私ですが、Google の方のレベル1ですね、こちら取得させていただいておりますので、これ先生方個人ごとにそれぞれ頑張っていただければというふうに思っております。研修ですが、先ほどありましたように2回行いました。夏休みと12月ですね、行っております。メリットは先ほど言いましたように、こういった起動が早い、アプリが簡単に使えると、また初期化がスムーズに行えるっていうのも一つのメリットかなというふうに思っております。こちらは本校における利用の状況です。本校の利用なんですが、ポータルサイトを構築しておりまして、ここからいろんなところに飛んでいくことができます。こちらは毎日の状況ですね。いろんな先生方から書き込みをしていただいて、今日こういうことがありますよっていうのを見ていただくようになっています。左側ですが日直日誌、先生方の学校にもあるかもしれませんが、日直の先生が記入するものですけど、これ従来紙だったんですね。これを Chromebook 導入とともに、全てネットで行うようになっています。ですのでネット上で日誌を書く、で右側の方は管理職が書く学校日誌になりますね。左側保健日誌ですが、養護教諭の先生がこういったものをネット上に書き込みをしております。自学館というのが右側にありますけれども、勉強する場所ですね、そういったものがございますので、その日に生徒がどういうことで利用したのか、何時から何時まで利用したのか、あるいはどういう講習が行われたのか、こういったことが全て分かるように記入をしています。左側、これ教職員の健康チェックですね。今コロナがありますので、これ毎日教職員は出勤したときに体温を測り、咳の有無はどうなのか、体調どうなのかということでこちら入力をしていただいております。右側日報というものがありますけれども、その日の各クラスの状況ですね、欠席何人、遅刻何人、そういったものを記入していただき、備考のところにも、それぞれ気になることを書いていただくといったことをやっております。以上が、本校における Chromebook の利用例ということでしたけれども、さまざまなことに使っております。もちろん公務以外にも、授業でも使っているわけですけれども、ぜひ先生方もいろいろ工夫していただいて、こういったことに使えるなということで何か参考になればというふうに思います。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。授業で使えるツール活用講座、玉川大学工学部の小坂井です。本日はこちらです。縦書きエディターの縦エディターのご紹介でございます。マルチプラットフォームでですね使えるんですけれども、私自身はですねスマホとタブレット版をお勧めします。なぜかというとクラウドで同期を取れるので非常に使いやすくなるからなんですね。私はですね、はっきり言いますと、最近の大学生の皆さん、文字書くのがすごい苦手だと思ってます。まず日本語の、4技能をですね、ちゃんと身につけてほしいなっていうくらい文字が書けません。なので、高校生ぐらいまでの間にですね、ライトノベルを書いてから進学していくぐらいにですね、思ってたりするんですね。なので、もうライトノベルを書くためのツールとしてですね、こういうのを授業で採用してくれると面白いんじゃないかという提案です。特にですね、テキストだったりプロジェクトという単位でですね、しっかりとですね、文章をですね、こうまとめて管理できるといったようなところがあるので、その他ワープロソフトなんかの縦書きモードなんかとはちょっと違う形で使えるのかなと思っております。特にですね、このプロジェクトで複数の文章をですね、管理できるといったことになると、いろいろ前後関係だとかですね、ファイルごとにですね、どうなるかってことも見えるといったところもありますし、結構管理しやすいというのがですね、作りとしても思っております。で実際にこれで、ね、こういう文章とかしてテキスト画面なんですけれども、普通のワープロのようにですね、なるんですが、私自身がいつもですね、創作するときに結構気をつけているのが、こう見開いたときにですね、ちゃんとその中にブロックとしてちゃんと文章ができているかっていったこととかって、ある意味文章のテクニックの一環だったりもしますので、小説っぽい構成とか遂行ができるのって意外とありがたい機能だったりもします。
でまたですね、点々とかですね、沈黙の部分だとか、こうルビの振り方なんていったようなことなんかもですね、スマホとかやってると特にそうなんですけども、オートでですね、ショートカットキーみたいなものがあったりもするとすごく便利だったりもするので、そういったところもですね、スマホなんかでこう空いた時間、隙間時間でやったりするときにも結構便利な機能、まあ、かゆいところに手が届く機能なんてのもあったりもします。はい、特に印刷するとですね、こう PDF に出すとですね、もういかにもですね、らしい感じで柱までですね、上の方に出たりとかして印刷ができるので、こういった形でですね、もうそれこそ文化祭の時だとか、なんかの時にですね、創作物として小説を作り、またでも論理的思考だけではなくて、こういう表現力といったようなところとかも、こういうツールを使いながら、あえて専門的なですね、こう小説を書く縦書きツールなんか使ってみるといいんではないかなというふうに思っております。はい。iPhone で使ったりですね、あとはマジックなんかを使って手書きなんかを使ったりすることもできるので、まあ、こういう組み合わせなんかも面白いかなと思ってですね、いろいろ私自身も試しております。はい。文字によるクリエイトはとても文化的なものではないかっていうのが私の考えでございまして、まあ、映像だけに頼るんではなくて文字を使ったクリエイトもしっかり楽しんでいただきたいと思います。それではまた。はい。ということで、東海大学菅生高等学校の染谷博文先生のプレゼン、お聞きしたくてもいいかでしょうか。そうですね、 Google、ワークスペースの、クラスルーム、まあ、それは使えてるんですけども、それ以上なかなか踏み出せない、そんなところにですね、まあ、勇気を与える、そんな内容でしたね。また今日お話の中で私初めて知ったんですけども、学校情報化有料校っていうのがあるんだなと、これちょっと初めて知りましたね。そうです、はい、ちょっと私もやろうとしたことがあるんですけども、意外とハードルが高くて、なかなかうちの学校ではまだ難しいなと思うのは現状でしたが、そういうものを取ることによって学校の外にうちはやってるんだというのを示すためにはとてもいい取り組みだと思います、ね。ぜひこの外部認定の制度をうまく学校内広めるための手段として使っていきたいですよね。そうですね。はい、といったところでお時間になってしまいました。 iTeachers TV は毎週水曜日の夜に配信しています。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と市川工業高校の片岡でお送りしました。 See you next week.